ルイス・フィリペは、ブラガンス・朝サのポルトガル国王。1887年3月21日、カルロス一世の長男として、リスボンに生まれる。母親は、オルレアン家出身のアメリア王妃である。1908年2月1日、不王カルロス一世や、他の王族と共に、馬車でコメルシオ広場付近を通りかかった時に、急進的共和主義者の民衆により襲撃され、 不合は即死した。この時点で、王位は、法廷推定相続人であるルイス・フィリペが継承したことになるが、彼もまた襲撃された際に重傷を負い、約20分後に放御した。すなわちこの、襲撃され負傷してから、放御するまでの約20分間が、ルイス・フィリペが王位についていた期間であり、2014年時点で、世界一在位していた、時間の短い君主である。 なお、在位期間が20分間と短い上、状況が状況であったために、正式な即位式を経たわけでもないので、ルイス・フィリペを短時間ながら国王であったと見るか、王太子であり即位する前に制去したと見るか、意見は分かれるところである。一般には国王であったと見る説が有力であり、ギネスブックにも最も即位していた時間が短い王として記録されている。ルイス・フィリペの死後、 襲撃された際に負傷したものの生き残ったレイス・フィリペの弟マヌエルが大いについた。ありがとうございます。